大橋格好は、格好目格好家の鳥類である。フロリダ州南部、バハマ、西インド諸島、中央アメリカの一部、エクアドル南部から西部、ブラジル、アルゼンチン北部に流暢として繁殖する。全長約33センチメートル、体重約105グラム。溝橋格好より大きく、鬼大橋格好より小さい中型の種。成長は、全体がほとんど黒色で、 尾は長く、くちばしは大きく隆起して黒く、交際は褐色。開けた土地や耕作地に生息する。飛行は下手で不安定であるが、よく動き、通常は地面で採事する。シロアリ、大型昆虫、その他トカゲやカエルも餌にする。時折、草食動物からダニなどの寄生生物を取ることもある。巣は、数組のつがいにより共同で作られ、歯で、 裏打ちされた深い湾状のものを通常樹木の2から6メートルの高さに設ける。複数のメスが巣に青白色の卵を産み、その後放卵と球児を共有する。メスはそれぞれ多くて7個の卵を産み、巣では29個まで卵があるのが確認されているが、10個以上孵化するのは稀である。13から15日間放卵し、孵化後10日間で巣立つ。 最大3羽のヒナが1回の繁殖期に育てられると考えられ、以前に帰った若鳥が、より最近の幼鳥に餌をやるのを助ける。この種はよく群れとなり、通常、騒がしい群れで見られる。鳴き声は高く引っ張るように、ビューイック、ウユーイックと聞こえる。普通種でよく見られる本種は、森林破壊による恩恵を大いに得ている。本種は、ベネズエラの伝承では、 LP フールと呼ばれ、人気のあるベネズエラの歌、サンジャロチョにも示される。ありがとうございます。